25人の女子シングルの演技者もいよいよ最後になりました。この人も全日本選手権初登場です。八木沼純子。オリジナル曲純子でスタートいたしました。八木沼純子、総合で現在第4位につけています。初日のコンパルソリーでは見事1位でしたね。そうでした。昨日はこのコンビネーションを失敗したんですよ。今日は見事成功しましたね。はい、ショートプログラムで失敗してショートだけでは7位、総合で4位に落ちて残念がっていましたこの八木沼純子ですが、フリーのスタートはなかなかいいスタートを切りました。あー、転倒です。くじけずに最後まで頑張ってもらいたい。スピードと歯切れのいいスケーティングがこの人の持ち味。一度失敗すると今までは諦めてしまっていたんだが、最近はよく持ちこたえられるようになったと当時の福原さんも言っております。12月の世界ジュニアでは初日2日トップでいてね、最終日のフリーで失敗しちゃって、はい、惜しくも2位に終わっちゃったんですけど、まあ彼女のこれから伸びる確率っていうのはすごく高いと思うし、ぜひこれをいい経験としてしてもらいたいですね。はい、天性の明るさがあります。パートでも大変柔らかい滑りを見せる八木沼純子。トリプルルッツ練習ではできません。ちょっと失敗してたんですよ。やはり本番になるとやっぱきついですね。そうですね、この本番にプレッシャーにどれだけ耐えるかが課題でしょうと福原コーチも話していたんですが、やはり全日本選手権のこの最終滑走者のプレッシャーというのは相当なものがあるようです。元気さは佐藤由香ちゃんの方があるんですけど、彼女はやっぱり優雅さがありますね。あ、なるほどね。これは綺麗に決まります。残り40秒頑張ってほしいですね。課題は残された最後の30秒。スピードをつけて追い込んでいきます。いよいよエンディング。全日本初登場14歳八木沼純子の演技が終わりました。何か終わった後ほっとしたという表情が伺えます。